キマダラジャノメは、蝶目縦破蝶カジャノメ蝶赤に属する蝶の一種。ヨーロッパの大部分の森林や森林との境界地帯で見られる蝶である。パーアージアエゲリア記憶上撃た及び東ヨーロッパでは、茶色の体色に、薄黄色の反転と前肢に黒い目玉模様を持つアシュ、PA タイアシスが生息する。南西ヨーロッパでは、より大色の体色に、孔子に、 赤茶色の目玉模様を持つ亜種、PA アヤゲリアが生息する。この2亜種は徐々に混じり合っている。キマダラジャの目は、北、アフリカやマデーラ諸島でも見られる。分子進化学的な研究により、アフリカとマデーラ諸島の個体は非常に近縁であるが、ヨーロッパのどちらの亜種とも異なっていることがわかり、アフリカのものはヨーロッパから離れてかなり長い時間が経過し、 マデーラ諸島のものはアフリカから渡ってきたことが示唆されている。メスはオスよりも色が明るく、模様がくっきりしている。ハネチョウはオスもメスも4から4.5センチメートルであるが、オスはメスよりも若干小さい。オスは縄張り意識が強く、他のオスが侵入すると縄張りを守る。メスを見つけるには2つの戦略がある。止まり木の周りで通り過ぎるメスを探す方法と、 大きな縄張りをパトロールする際にメスを探す方法がある。オスには孔子に3つから4つの目玉模様があり、4つ目の模様は飛んでいる時の身に見える。4つの目玉模様がある個体の方がパトロールしながらメスを探す傾向がある。これは目玉模様が鳥等の捕食者の目を引くためのものであるという役割と合致している。一方、 生息地は明らかにオスがメスを見つける戦略に大きく影響している。止まってメスを探すオスは新葉樹林に多く、飛びながらメスを探すオスは草地に多い。幼虫は緑色で短く分岐したを持ち、特に芝麦を好んで食べる。サナギは緑色か濃茶色である。この種は幼虫とサナギの二つの生育段階で冬を越す能力を持つ珍しい種である。 ありがとうございます。